白田さん、はじめまして。はじめまして、白田純と申します。今日はあの本当にお忙しいところをお越しいただいてありがとうございます。いえいえ、こちらこそ呼んでいただきありがとうございます。私はあの衆議院候補の松原仁と言います。ちょっと声が潰れてるな、はい、街頭活動のやすいです。お疲れ様です。白田さんは、はい、今タレント活動してるんですよね。そうですね、あの、まあ、歌手活動が中心ではあるんですけど、はいはいはい、ただあの僕歌手とはタレント活動とは別で、あの一応会社も経営しておりまして、はいはいはい、その中で実はその、まあ、ビーガンのレストランを今年の2月に、はい、オープンさせていただきました。まあ、日本のビーガンの仕様ですよね、企画、はいはいはい、あとベジタリアンジャスっていうね、これはベジタリアンの企画、これを農林水産省の担当部署と連携して私が中心で作ってるんですよ。だからビーガンに関しては一番やってる国会議員の、ありがとうございます、間違いなく一人というか最先端という、ありがとうございます。で、白田さんがビーガンに入ったきっかけは何ですか？はい、あの僕のきっかけは、まあ、すごくなんていうんですか、単純と言いますか、はい、実は犬を飼っておりまして、うちも飼ってるんですよ。あ、本当ですか。愛犬と一緒にですね、うん、あの牧場に行ったことがきっかけでして、はいはい、まあ、ワンちゃんを抱っこしながら、あの、まあ、牛がいますよね、牧場なんで、はいはいはい、その牛をこう眺めてたんですよね。で、目があったんですよ、はい、牛さんと。で、ずっとこう目が合ってて、僕がこうワンちゃん抱っこしながら見てたんですけど、かわいい、なんかこう動物って同じ目してるんだなって、うん、あの思ったんですよね、ふとね、うん、あの自分の犬と牛の目がすごくこう共通する部分があって、うん、なんかすごく愛着湧いてきて牛に、うん、かわいいなと思って、まあ、こう見つめ合ってたんですけど、その時こうふと思ったんですよね。あ、まあ、牧場でねこの牛さんは食べられることはないかもしれないけど、僕は普段食べてるんだよな、うん、っていうことがきっかけです。それがビーガンに、それが初めですね。そこからあのすごい考えるようになって、でいろんなその畜産業の現実的なところもですね、そのまあスーパーにはこうお肉が並んでますけども、こう並ぶまでのどういう生産過程でどのようにしてこうスーパーに並んでるのかっていうところとかですね、まあ、深いところまでちょっといろいろ自分なりに勉強して、まあ、見ていく中でですね、いやーこれはちょっともうとてもじゃないけどっていうような、はい、心境になりまして、まあそれは本当に動物がかわいそうとかそういうことだけではなくて、まあ、その地球の環境問題ですね、ただいま気候問題変あの問題とかですね、まあ、森林伐採とかですね、まあ、そういう自然災害とかですね、まあ、大きなそういった問題も裏側にある、そこの大きな問題を、まあ、直視することになってですね、僕ら今盛んに言われてるのがアニマルウェルフェアって問題で、はい、つまりアニマルウェルフェアの問題とビーガンというのは関係がしてるんですが、はい、私はこの動物をやっぱり大切にするっていうアニマルウェルフェアの議員連盟、これは副会長で中心ではないんですが、これもやってるんですよ、はい、だから例えばビーガンジャスやベジタリアンジャスを考える場合、卵ありますよね、はい、卵はフリーゲージで産んだ卵なのか、はいはいはい、ブロイラー的な卵なのかって大きな違いで、はいはい、その白津さんがおっしゃるところは極めて重要な部分なんで、はい、非常になんかマインド的には白津さんと私一致してるなと思って、ありがとうございます。その上で、はい、あのビーガンレストラン始めたんですか？カフェ、ビーガンカフェですか？まあほぼレストランですね、あの、うん、カフェと言ってますけど、まあ、雰囲気的にはレストランかなというと、ただまあ本当はあの僕の地元の田舎、うん、武蔵境というですね、うん、まあ、本当にこう静かな、あの、うん、まあ、僕はすごく好きな町なんですけど、うん、なんか小さなもう雑居ビルの奥で本当に細々と、はいはいはい、お客さんは集まってきます？そうですね、 あの、ありがたいことにやはりあの辺でですね、武蔵野市とかでですね、逆にそういったビーガンのお店が少ないもんでして、なるほど、なるほど、あの需要自体がそんな多くはないんですけど、ビーガンの方々が、まあ、やっぱり少なからずいらっしゃるんで、ベジタリアンとかビーガンとか、まあ、完全なビーガンじゃなくても、あの先生が先ほどおっしゃったように、まあ、ベジタリアンとか卵は食べるよ、だけどお肉は食べないとか、まあ、そういう方々も含めてですね、そういったお店が非常にまだ少ないので、そういった意味ではあの、まあ、お客さんにも、はい、ちょっとずつあの認知していただきながら、オリンピックは2020ですが、2018年ぐらいから、はい、その海外の人に対するおもてなし、ビーガンの方に対するおもてなしをするにはマップが必要だと。だからあの東京都の小池知事にそれを話して、知事ね、東京オリンピックやるんだったらそのビーガンやベジタリアンのレストランの住所マップを作るべきだ、はい、僕自身は国会の地下に食堂があるんですよ、はい、その食堂に
まあそのビーガン料理を作らせたんですよ、はい、あもうそれからまあセブンイレブンとかにもですね、はいまあ、ビーガンとかやらなきゃいかんと。これが面白いのは、はい、あのポール・マッカートニーっていうのはミートフリーマンデー、そうですね、作りましたよね、はい、でポールに言われて、ポールのサイドから言われて、小池さんにこれも言ったら知事が乗ってきたんで、はい、東京都の32階の食堂にビーガン料理を月曜日置いたの。おお、本当ですか。小池さんもすぐやるってわけ、はい、ポールの話聞いたらすぐやるってわけ、まあ、話は元に戻って、はい、そのビーガン料理のレストランっていうのは、はい、これからもそういうのいろいろ展開していくつもりですか。そうですね、まず自分の直営で、まあ、東京都内にもう1店舗は、まあ、今ちょっと自分の地元なんですけど都心にやっぱもう1店舗作って、はいはい、で僕は、まあ、15年ぐらい前からずっと大阪に定期的にお仕事で、まあ、そのお仕事上ファンの方もちょっとたくさんいらっしゃるので、はいはい、大阪によく行くんですけど、大阪にもちょっと自分直営で1店舗作りたいなっていう夢がありまして、まあ、それを来年僕はちょっと現実にしたいなと思っておりまして、そこからまあ、ジュンボカフェというんですけど、まあ、フランチャイズで日本全国にですね広げていきたいなと、まあ、思っております。いや素晴らしいです。ということは白津さんのビーガンレストラン、はい、夢は大きい。ありがとうございます。地球制覇、はい、まあ、いずれにしても白津さん一つ頑張って、はい、ビーガン革命実行しましょう。ぜひお願いします先生、はい、応援の方でよろしくお願いします。こちらも応援するし応援してください。はい、わかりました。よろしくお願いします。ありがとうございました。